こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、井の頭線の、浜田山駅の近くに来てます。これね、浜田山一番街っていう商店街だね。左側は橋だと思うんですけど、ではですね、これから浜田山駅の周辺を歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の6月10日金曜日、時間はですね、午後8時20分ですね。ではですね、歩いていきたいと思います。なんかこう、昔ながらの、なんていうんですかね、東京のこう下町感というか、そういうのがですね、残ってる街ですよね、雰囲気は。東京都杉並区になるんですけども、これが京王浜田山駅なんですけども、踏切を渡ってと反対側に、駅はねこの方向しか出入り口ないみたいなんですけども、電車が近づいてきてますね。パークストリートっていう、なんかねおしゃれだね、こういう絵が描いてる街灯のこう、なんていうんですかね、下の部分にこういうの絵が描いてて、なかなかいい雰囲気ですよね。そういう字で、ドラマに出てきそうなね、小さな雰囲気のある商店街なんですけど、でもう一度踏切渡って駅前のね商店街歩いていきたいと思います。
だいぶ腹いっぱい。うん。岡駅なんですけども、バスが止まってるんですけど。飲食店も多いですし、こうやって声優、24時間やってる声優もあって。生活しやすそうですよね。
ではですね、井の頭通りまでやってきたので、この辺りでね、撮影を終えたいと思います、本日もご視聴ありがとうございました、気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。他にもですね、井の頭沿線沿いのね、駅いくつか回ってますので、それも合わせてご覧いただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。